はい、こんにちは、カツオでございます。2024年富士ヒルはですね、ブロンズペーサーの後ろで走らせていただきましたので、今後1時間30分以内を目指す方におかれましてはですね、今回前編、レース動画になりますけれども、ペース配分などをね、ご参照いただければ幸いでございます。はい、ということでですね、今回はパレード走行のスタート前からですね、動画を進めていこうかと思います。こういう感じでですね、パレード走行がね、始まっていきます。初めてね、出る方はね、ちょっとイメージがつきにくいかと思いますので、こんな感じでスタート地点まで約6分ぐらいね、ありました。これね、スタート直後ね、誰かパンクされるんですね。後方でプシュッと音がしてですね、非常にね、残念なんですけれどもね、できればね、こういうことがないようにね、していきたいですね。まあ致し方ない部分もね、あるかもしれません。で、ちょっと短縮しております。ここを左にね、上がりますと、しばらくするとスタート地点が来ます。もう少しですね、ここにですね、はい、この左手が正式なスタート地点でございます。ということでね、左側にね、数値が出ておりますけれども、ここからはですね、本日のゲスト、カツオクさんにもね参加していただこうかと思います。こんにちは、カツオクです。よろしくお願いします。カツオクさん、お願いいたします。お招きいただきまして、はい、まあ、今回ね、カツオクさん、ちょっとDNS と、はい、いうことで、はい、まあ、体調を優先して、はいはい、やむなくエントリーしてたんですけどね、はい、スタートせずということでございました。はい、まあ、これね、1時間半の約ね、長丁場になりますので、うん、まあ、ちょいちょいね、コメント入れていただけたらなと思います。はい、はい、まあ、星ちゃんですね、とんかつ星ちゃんね、6校のロードバイク女子、はい、星ちゃんが今左側にいまして、今回ね、後方のカメラをつけてます。ロハーハージャージを着たホッシャンと、その右側がとんかつさんでございます。はい、トミさん、この度ありがとうございました。ホッシャンのあのレーシングパンツはカツオジャージ、カツオジャージをね、カツオビブをね、履いていただいております。はい、で、今回ね、この画面の中で、左側上から距離、それから標高、ケイレンス、心拍と、それから丸い枠がパワーですね、ワット、それからスピード、勾配を入れております。で、カツオがですね、当日、まあ、おおむね 57.8 キロということでございましたので、パワーウェイトレシオを表で作っております。はい、で、右上はですね、富士ヒルのコースのどの地点あたりにね、いるかを示しております。で、スタートからのね、タイムをね、継続時間として入れております。はい、料金所ですね。そうですね、だからスタートから約2分10秒で料金所を通過するという感じですね。はい、はい、ゴールドだったら1分半だったかな、もうちょっと早いかな、1分10秒だったかな、それぐらいだったんじゃないかと思いますね。私、去年とかだったら3分ぐらいかかってるかも。あ、そんなにかかってましたっけ。去年は分かんない、一昨年は3分ぐらい。おお、そうなんですね。これね、風船の方、風船の方がペーサー、ブロンズペーサーですね。はい、で、これちなみに、第3スタートということで、6時40分から7時10分の間にスタートということで、ウェーブが8個に分かれて、そうですね、2024年から8個のグループに、分かれて3方向にスタートするというルールになっておりましたので、ブロンズペーサーは第8ウェーブということで、8番目のスタートに、ブロンズペーサーさんがいると、はい、いうことでございました。2人ペーサーさんがいて、そうですね、今回は、
宇都宮ブリッツェンの本田春日さんと、谷純正さん、お二人がですね、ブロンズペーサーということで、今あの黄色い風船がついているのが本田春日さん、はちょっと早めのペーサーさんかな。そうですね、前に春日さんがついて、後ろに多分谷さんがねいらっしゃるんじゃないかと思います。谷さんがもう少しギリギリのタイムの人たち、少しねブロンズのゆっくりめというかギリギリで行かれるというふうに聞いてます。で春日さんがまあ2人で同じペースで走ってもあれだろうっていうことでね、春日さんがちょっとね前に行かれたという感じですね。はい、あこれ真後ろに、真後ろにね谷さんバックカメラに映ってる、はい、黄緑のウェアの方がエミさんですね、はい、膝の大手術をね、兵庫医大の、中山先生にねしていただいて復帰して、去年は1時間18分台で、女子入賞と、年代別入賞されてるね、はい、方も今回はねちょっと調子を落として、ブロンズペーサーでいくということでね。それでもブロンズとは早い、はい、しかもこのこのあれは早いですよね、ここのこれねペースはこれねちょっとね早めですね、はい。ただまああの春日さんも多分あの 3.5 倍ぐらいで踏んでいこうっていう感じなので、今あのこの表を見ていただいても分かると思うんですけど、はい、私で約200ワットが 3.5 倍になりますので、だいたいそれあたりをね、春日さんが意識して踏んでいただいているという感じでございます、ちょっと霧っぽいけど、まあ、そんな見えないことはない。そうそう、路面もね、路面もまあほぼほぼ乾き気味の感じだったので、当日はねちょっと雨が非常にね心配された天気予報でしたけれども、ね、まだ良かったです、ね、いや良かったもう、はい、めちゃめちゃ良かったですね。特にね今回はその道路もどうかみたいなとこもあったんで、そうですね、先でね出てきますけどね、奥庭の土砂崩れがねあったところもね、それも懸命にね、修復していただいて何の問題もなく、むしろ路面が綺麗で、はい、非常に良かった感じでございます。これね私もね、思ってたんですけど、はい、ちょっとペース早いかなっていう感じはしないでもなかったです、はい。で結果的にはですね、春日さんのこのペースでいくとだいたい1時間25分ぐらいのね、フィニッシュタイムという感じですので、はい、はい、まあ そうですね、それよりひょっとしたらちょっと早いかもぐらいのね、感じでございます、はい。このでも後ろ あのビデオがあるのもいいですね。これね今回ねバックカメラを、つけました。やっぱり、ね、前だけじゃなくてね、少しねちらちら後ろもね、見えることで、どんな状況になってるのかなっていうのが、ね、非常に興味深かったので、はい。でこれにつきましてはですね、あのアマゾンでカメラを購入いたしまして、まあ1万円もしなかったと思いますね、7000、8000ぐらい、だったと思いますけれども、でこれをですね後ろに装着するべく、私あのスペシャライズドのミラーサドルっていうのをね使っているんですけれども、それ専用にですね、つくはるさんという方に、カメラマウントをね、3D プリンターでね作っていただいたような次第でございます、はい。軽量ですね、めちゃめちゃ軽量で、非常に良かったので、まあ、気になる方はね X の方をね見ていただければと思います、ライトのねマウントとか、ライトのねマウントもね作っていただいてるんですけどね、はい。で
どうですかね、見ていただいてて、カツオさんこれ早いって思いますね。ちょっと早いですかね。私はついていけない。ちょっと早い感じですかね。いや、そうですね、ついていっても途中までしか多分無理だと思います。そうですか。まあ、ちなみにブロンズで行こうとするとアベレージスピードが約16キロくらいのようですね。はい。まあ、登れて平坦でね、ちょっと変わってくると思うんですけれどもね。はい。で、今回ですね、ホイールにスピードセンサーをつけてないので、若干スピードについてはちょっと参考程度にね見ていただいた方がよろしいんじゃないかと思います。ここでね11キロっていうことはないかなという気がしますけれどもね、もうちょい出てるんじゃないかと思いますね。結構でも 8% もあるんですね、なんか見た感じは。1合目までが確か一番ね、勾配がきつい区間だったと思いますので、なんかペーサーの周りって言ったらもっといっぱいな集団なイメージやけど、第3ウェーブやからかな。どうなんでしょうね。まあ、第3ウェーブはやっぱりね、ゴールドシルバーも絶対取るんだっていうね、人がもう先に行っちゃって、割と血まなこなしとか多い感じがしますけれども、はい、もうちょっと第4第5だともっといっぱい、まあまあどうなんでしょうね。非常にね今回エントリーすることだけでもね、非常にエントリー討議が厳しかったの で、ただ第3スタートでいくと、私並んだのは朝6時くらいにはもうね会場に入ってましたけども、朝3時に起きましたので、はい、そっから準備してそれぐらいなので、はい、だいぶね早起きしないといけないですね。早かったですね。早いですね。早いです。まあ第3ウェーブだと下山チームがまだいないんで。そうなんですよ、ね、これね割とね本当はこの黄色い車線よりも左でね走ってくださいっていう感じだと思うんですけど、第3ウェーブだと、まあ、第3スタートだと割とね、そのあたりまだ気にせずにね広がってね走れる感じでございますね。やっぱエミさん早いね。早いね、うん、早い。まあ、私同年代女子なんですけどね、はい、やっぱ入賞されるだけあってね、早いですね。すごいね。今回ね確かねヨネックスのカボネックスを導入されてて、多分ね5キロ台のロードバイクでね行ってらっしゃったんじゃないかと思います。佐野さんと同じ。だ佐野さんもそうですね、一回ね試走したことは、試乗、サイクルモードですごい乗りやすかった、ね、ヨネックス乗りやすかったですね。はい、まあ、昨年ね佐野さんというのは昨年選抜女子でね優勝された方なんですけれどもね、昨年だけじゃないけど、そうやね一昨年もそうだったね、はい、富士ヒル選抜優勝で乗鞍も2連覇されてるようなねすごい方なんですけどね、はい、この真ん前にいらっしゃるのが恵美さんという方でございます。これねやっぱりねトレインというかね、後ろにねついて走るだけでもねやっぱりパワーちょっと少なめでねいけると思いますね、はい、でカツオはですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、5月の9日から3週間、まあ、この富士ヒルまで、乗ってません。1月2月3月までは朝5時に起きて、毎朝ズイフトをね1時間以上してたんですけどね、それ も体調不良でできなくなりまして、まあ、今もね若干声がおかしいかもしれませんけれども、でシルバーをね、リベンジで、ね、目指してたんですけどね、ちょっともう
まあ、4月の中盤ぐらいかな。4月の初めにもう10日にもうなんか手がちょっとしびれててみたいな、肩と腕がね、しびれがきましてですね、はい、神経がちょっと、まあ、触ったんでしょうね何かね、うん、はい、そのあたりがちょっともう難しくなったので、まあ、今回もですね、若干頭が痛い状況ではあるものの、うん、なんとかまあ出場だけはしようということで、無理せずに、なんとか、そうそう、5月の10日ぐらいからね、ちょっと副鼻腔炎とか、そうですね、鼻喉がね、うん、調子悪くて微熱もあったりしながらなんですけどね、だ無理せずになんとかね完走を目指していこうということで、でできることならね、まあ、一回ねブロンズペーサーの後ろでね、うん、走らせていただいて、ブロンズペーサーされてる方の少しでもね参考になればというふうな思いもあって走らせていただきました、うん、で普段ね私、今ね心拍が170出てるんですけれども、今年のね、一番高い心拍が確か192ぐらいまでいくんですね。これ高いから良いということは全くないと思うんですけれども、思いっきり走るとですね、だいたい180から185ぐらいまで行ってしまうんですけど、そこまで行くとね、あんまり長続きはしないんですけど、180ぐらいが ほぼほぼ非常に高い状態でなんとか継続できる状態なんですけど、今回やっぱり170ちょいぐらいでねいけてることもあって、楽ではないんですけど、まあ、なんとかこれだとねついていけるなというペースで活かしていただいたような次第でございます。ねえ、なんか体調によってはね、うん、出れるかどうか完走できるかどうかみたいなね感じも、そうですね、ありましたのでね、気にしもあらずみたいな、うん、あんま無理すると後がね体にくるんで、そうですね、まあ、そういうお年頃にね、はい、なってしまいましたけれどもね、はい、けど今回はね、あの前引いていただいてるあの宇都宮ブリッツェのプロの春井さんがねいいペースでね引いていただいたので、私はですね非常にいい感じでね、うん、走らせていただくことができましたですね。だいたい200ワット前後ぐらいでね、引いてくださいました。ペーサーさんがいたらね、あんまりなんか離れたからついていかなとかいろいろ考えずに、うん、まあ、淡々とその人についていければいいという、うん、そうですね。ただね、まあ、あのブロンズは1時間29分59秒で行かないとダメなので、1時間30分になった時点でブロンズではないということに、ね、なってしまいますので、1時間29分台を目指されている方にはちょっと早かったかもしれないですね、このペースはね、うん、はい、だいたいついていくって言ったらね、うん、なんか、まあ、行けるかどうかの人が多いと思うから、うんうん、そうですね、なんとかそこにね29分59秒に、ね、入りたいという方が多いと思いますので、ただね、あの今回多分全てのスタートで一番最後尾にブロンズペーサーのプロの方がねいらっしゃったので、うん、ブロンズをねなんとか行きたいという方におかれては、うん、ペーサーさんと一緒に走るのが一番いいんじゃないかと思いますけれどもね、うん、周りにもね同じぐらいの人が集まってきそうやから、ペーサーさんと離れても、うん、その周りの人たちと一緒に上がっていく、強調しながら ね走るのがねいいと思いますし、でやっぱりね富士ヒルの楽しさの一つは、うん、やっぱ圧倒的に走ってる人が多いんですよね。ですのでね、こうまあ、ローテーション回しながらでももちろんね楽しいんですけどね、後ろにねつかせていただくと風の抵抗がね非常に楽になりますのでね、まあ、それも含めて富士ヒルの楽しい部分じゃないかと思います。
候補のカメラ、エミさんがね、本当ずっと一緒に、ずっと一緒ですね、ずっと一緒ですね、すごいすごいですね。あ、ここ下りぐらい、ここ若干あの緩いんですけど、これ、ね、勾配がまだ7って出てるので、このあと多分ちょっと勾配緩むかと思うんですけどね、スピードもこれね10キロってことは絶対にないと思います。多分ね20から25、もうちょい出てるかな、30キロ弱ぐらい出てるかもしれないですね。30キロは行ってないか。ちょっとね今回ね、ガーミン830で行ったんですけどね、この辺りのログが若干ちょっとね不調だったところがねございます。もう一個持っといたらよかったね。もう一個ね IGP の後ろに入れといて持っといてもよかったんですけど ね、まあまあちょっと重たくなりますので今回はまあまあ、今回はまあ持っといてもよかったかもしれません申し訳ございません。前ね、ここなんか行きそうやのに 12% となってるでしょ。ここおかしいですよね。あ、5キロ地点、5キロ地点、5キロ地点で19分47秒とこのペーサーさんも風船ついてんのはなかなかあれね、後ろ引っ張られる感じ、どうなんでしょうね関係ないか。ペーサー春石さん、これちょっと厚着の感じがしますけどね、上にね、はい、暑くないんじゃない、いつもよりはゆっくりだから、ゆっくりだから多分ね全然暑くないと思うんですよね、はい、でちなみにね、この宇都宮ブリッツェンの本田春日さん、私ねこれもうねロードバイク始めて割とね早い段階で、有名な方と存じてまして、まあ兵庫県のねご出身で、割とまああの家もそんなに遠くないという感じの方で、あの淡路150キロを、3時間半ちょっとで走るというね、恐るべし、はい、恐るべし方なんですよね。私の倍ぐらいで、でとても若いし、はい、本当春日っていうね、春日っていう名前がね、特徴的なので、かっこいい名前ですね、今時の。ですのでね、なんとか春日さんと一緒に走りたいなと思って、この時点ではね、まだ春日さんって分かってないんです、私。ああ、そうなの。分かってないんです。分かってないんですけど、後で、はい、分かるんですけどね、はい、非常に良かったです。けどね、ちょっとペース早かったですよ。平坦だったらどこまでも走れますよっておっしゃってましたですね、すごいですね、まあ、将来有望な、はい、プロロロデーさんの、飛んでいた、風船が飛んでいきました飛んでいきましたね、まあ、赤いジャージなんて目立つからいいですけどね、はい、これ後方カメラでいくと どうなんでしょうね、もうちょっとついてきてもついてきて密になってもいいような気もしますけど、若干ちょっと空き気味なんでしょうか、ちょっと分かんないですね、はい、まあ、春日さんも富士ヒルは走るのは初めてだと、そうなんだ、もう走ったことないと、へね、ヒルクライマーではないという感じでしょうね、はい、これもっと多分スピード速いよね、スピード絶対出てます、出てます、出てます、このスピードどれぐらいか、はい、まあ、25、6、7、8、はい、まあ、出てますね、やっぱねスピードもっと出てますよね、これね、ね、9とか出てますね、パワーはここまで出てるのか出てないのかちょっと分かんないですけど、まあまあけどまあ200前後なんでこんなぐらいですかね、だからカツオ的にはね心拍166はかなりちょっと楽させていただいているような感じでございました、はい、
シルバーの時トレイン組んでてもやっぱり心拍は高いって感じ？シルバーの時は心拍ほぼ180超えていってましたね、多分ね。人の後ろついてても、後ろついてても大体180ぐらいでしたね、心拍はね、はい。で大体パワーはなんとなく220ぐらいはいってたのかなって感じですね、うん。まあ、今回ねこのパワーブウェイトレシオの表を見ていただいても分かるんですけれども、一番下にアベレージ 194W 3.3 倍というふうにね、書いてあるんですけれども、富士ヒルでブロンズを取るためにパワーとしてはね、パワーウェイトレシオは大体 3.2 から 3.3 倍というふうにね言われてるんですけれども、私がストラバーで、計測したパワーで見てみますと 194W だったので、当日のね体重が約 57.8kg ということでいくとちょうどね 3.3 倍だったというようなところでございました、うん。ゴールドの、ね、人だとね5倍ぐらいで、ね、踏んでいく感じなんですけどね、とんでもないですね。これ何度ぐらいだったんでしょうね、スタートの時は。気温ですか、うん、気温はね予報では13度で、うん、そんなに寒くはないという感じだったんですけれどもね、うん。この辺路面濡れてるけど、濡れてますね。水跳ねっていうか、そんなは気にしたことない。水跳ねはね、ここは大丈夫でしたね。なんかね、GoPro の画面とかもそんなに濡れてる感じはない。うん。うん、どっかでね、少し水跳ねがありますけどね。うん。なんとなくね、ずっとペーサーの春井さんがいて、左右にこの2人がいて、その真ん中に私ね入らせていただいているような感じでございましたね、うんうん。まあ、でも10人ぐらいは一緒に後ろについて、後方これどうなんでしょうね、ちょっと、あ、ちょっとけど、なんか中切れを起こしている感じなんですかね、どうなんでしょうね、うん、うん。ただね、ちょっと声は聞き取りにないんですけどね、うん、割とねちょっとどのタイミングだったか割とね後ろの方の息遣いが荒かったような気がしないでもないです、うん。ここもね、ここも絶対20キロ以上は絶対出てます、25キロぐらい出てると思いますけどね、この速さだとね。あ、そうそう、だからね、うん、あのスピードセンサーを持って装着してなかったんですね。いつもはあの前輪のハブにスピードセンサーをつけてるんですけど、うん、今回ねスピードセンサーはつけずに行ってますので、うん、速度がちょっと怪しい感じがいたしますので、うん、はい、ちょっと霧濃ゆくなって前の方の人が見えにくい、そうそう、うん、見えにくい感じもねありました。だけど走る分については全然問題なしでしたけどね、うんうん。でちなみに今回は、うん、ネペストのマウイ35というホイールを、装着していきました。35ミリハイトで、前後2230g ということで、めちゃめちゃ軽い、はい、ホイールだったので、うん、漕ぎ出しはそうですけどね、ずっと軽い状態でね行くことができましたね。後ろから速い、後ろからねちょっと速いトレインが行ってますね、うん、シルバーだったらこれぐらいは多分ね行かないとダメでしょうね。これは誰かな、次の第4スタート、あ、第4、うん、第4スタートかもしれないですね、うん。早いですね。早い。
早いですね。早いですね。はい。でちなみにネペスト非常に軽くて、うん、私にとってはめちゃめちゃ良かったですね。とにかくやっぱり軽いです。足回りがね軽いですね、うん、でそれにアジリストのファスト、うん、25C をね、つけていきました、うん。これね、初め私がつける予定でアジリストのライトつけてたんですけどね、カツオクさん用にネペストの35と、アジリストのライトをねつけて、まあ、少しでもね軽く進みやすいようにということで、タイヤをねつけて準備してたんですけども、カツオが直前に走ったのか、6校に行ったっけ。そう1週間ぐらい前かな。1週間前にね一応ちょっと6校に行ってみたら、うん、走りがね若干ちょっとなんていうのかな、乾いた走りっていうのかな。これはねまあアジリストのファストと両方を体験したことのあるね、私からするとねファストの方が重たいんですけれども、うん、進む感じがしたんですよね。それであのタイヤ交換も極めて苦手なカツオなんですけれども、前後ともに、ファストに交換していきましたそしたらですねやっぱり絶対私にはファストの方が良かったなというそんな感じでしたね。まあ、あくまでもね個人的な感想ですのでね、うん、はい、まあ乗る人それぞれのそらそうだね、感性印象がねまた違うかもしれませんけどね、うんうん、ファストの方が転がり抵抗がいいとかね非常に気持ちよく走れた感じでした、うんうん、下りも全然問題なく、うん、帰りの全く問題なかったですね、うん、でちなみに空気圧は私は、前が4.3バール、うん、後ろが 4.5 バール、うん、してました。もうちょっと空気抜いてもいいかなっていう気がねしないでもなかったですけどね、うん、ちょ路面濡れてたからでもな、路面濡れてたので、まあ、4.5 ぐらいにねしていくことが多いんですけど、もう気持ちちょっと下げた感じはありましたね。これ後方を見るとどうでしょう、割と皆さんこうついて、ね、まとまってる、まとまってる感じもしますね、はい、あの人早い早いですねただ一人だとなかなかこう厳しいな、厳しいですね。こんだけね長い距離をね走れるというのはねなかなかない、ない、ね、ないですね、ないですよね。今32分経過いたしました。それでもこれ どうなんでしょう、トレインは若干 薄くなってきてるんでしょうか。そうなんかな、ね、標高が1679メートル、あと800700、あと700ぐらいアップですね、はい。6校でもね西からやったらちょっと下りとかもあるから、そうですね、6校の西、6校の東から上がってもね標高でだいたい750アップぐらいですかね、うん、春日さんも割とパワーあるけども割とダンシングをね、うん、されることが多かった感じですね、うんうん、だからこれがだいたい1時間25分ぐらいのペースでいってる感じでございます。
今2合目過ぎましたね。今は2合目過ぎた、ね、はい、2合目過ぎて33分ということですね。これでもなかなかペーサーがいてて、下りも右側来てたらちょっと、あ、そうそう、ほらね、ここまではね広がって走れないです、うん、はい。ポールのところはね、やっぱり後ろの人に、ね、分かるようにね、ポールポールっていう風にね言った方がいいですね、うん、うん。富士ヒルのコースが24キロ、うん、累積で1255メートルのアップ、うん、で平均勾配が 5.2% ということで、うん、まあ、平均に行くとね、時速16キロで行かなきゃいけないみたいですね。ブロンズだと、ブロンズだとね、ブロンズだとね、うん、途中追い抜いて行かしてもらう方もね、はい、なんとか追い抜いていく瞬間にやっぱり、あ、ちょっとこれここに乗ろうかなっていうね感じでついてこられる人もね、何人かいらっしゃいましたですね、はい。富士ヒルの楽しさはこういうねトレーンにね乗っかれることも大きな楽しさの一つですよね。ケーデンスもどうなんだろう、60ってことは絶対ないと思うけどな、だいたい80から90前後で回してたような気がしますけどね、うん、でね途中からね結構風が強くて、前から強い時がありましたね、はい。それはもうペーサー春吉さんが前面に受け止めてくれて、うん、その後ろ走った感じですね、うん、結構過去富士ヒルで走った中では、正面からの風は一番強かったかもしれないぐらい強かったですね、はい。これ前の方、これエネルギーを取られたのかな。私ね途中でエネルギーをね一回取ったことがあるんですけど、お通しね、お通しね、うん、むせてむせてあ、やべえと思ったことがあるので、うん、途中エネルギーはもう取らないことにしてます、うんうん。で今私はもう水にパラジノース、うん、入れて、まあ、カツオの場合はもうあの水しか入れないですね、うん、はい。中にはもう、スポーツドリンク系は全く入れずに水だけでいきます、うん、結構飲むよね。飲みますね、うん、私ね宿から出るときには、あれは600ミリリットルがありますね、うん、それを一応満タンにしていきます、うんうん。まあね、受付でいろいろ人に会って喋ったりすると、そう喋ったりしますので、結構ね正式にスタートする時にはね半分ぐらい飲んじゃいますね。ちなみに今回ゴールする前に結構途中でちょいちょい飲むんで、うん、まあ、これぐらいやっぱり入れていっててよかったな的な感じでしたね。うん、うんうん。だから荷物預けにももう水入れてたよね。荷物預けにも水は入れてます、ね、買いに行くのも面倒やからね。ただゴールドシルバー狙いの方なんかはね水も一切持たないっていう人がね多いので、ちょっとあれは私はちょっと考えにくいですけどね、はい。1時間ぐらいやったらまあ1時間ぐらいだったら飲まずに行けるのかな的な感じですね。スーちゃんも持ってなかったっけ。ああ、スーちゃん持ってないかもしれないです ね、 ね、うん、すごいわ。すごいです。この辺からなんかちょっと晴れてきた感が若干ありますか、うん、やっぱり上の方行くとね、そうそう、上はね、うん、完全にね富士山も見えて晴れてましたからね今回はね。だって予報もやっぱり
1週間前から 2000m はずっと雨やけど 3000m の予報はずっと晴れやった、うん、晴れでしたか。この辺も風強かったような印象がちょっとありますけどね、どうだったかね、うん。特にこれ順番変わらずにね、うん、この2人、お二人前もね、お二人、ね、しっかりついていっています。うん、こうやってね走りながら他の人もね、あのどこのロードバイクだろうみたいなそんな余裕ないし今回は割とあの私余裕なきにしもあらずだったので、あ、ここのやつかとかを見ながら、リムブレーキ、あ、ディスクかなとか、ホイール結構これちょっとリム入ると高めだなとか、はい、いろいろ見てましたね、はい、ウェアとか私とかもサイコンばっかり見てあと何キロかなみたいな、 あと何キロかほとんど見てないですね、まあ、今出てるパワーと心拍ですね、うん、でパワーは、まあ、パワーメーターはね、まあ、ついている方がいいですけど、まあ、自分の中でね走り込むとやっぱ心拍がどの辺でこう自分が垂れてしまうのかっていうのが大体見えてくるので、うんうん、まあ、心拍管理できるぐらいにね、なんとか走り込むのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね、個人的にはね、うん、でもちろんそれに合わせて自分のパワーがどれぐらいか適正なのか、うんうん、知るのがねいいんじゃないかなと思います、うん、ただ私個人的にはね FTP、 自分の FTP はなんかよく分かってるで分かってないようなよ、そんな感じですけどね、うんうん、測ったことはないんやった、測ったことないですね、うん、ない、なんとなく4倍ぐらいかなぐらいの感じですけどね、うん、まあ、それも今回もあるのかないのかよく分かんないですね、うん、うん、そうそう、上に行くほどね今回は天気が良かった、うん、良かったですね、まあ、富士ヒルのねやっぱ楽しさはタイムだけじゃなくてね、金銀銅というね、そうやっぱ目標タイムがねあるので、なんとなくねヒルクライムレースだとね、富士ヒル以外はねそういうのがないので、なんか自分がまあ頑張ったけど頑張れたのかどうなのかみたいなのが結果リザルトの中でね、どの辺に自分がいたのかっていうのを見てようやく、あ、早かったのかどうだったのかみたいなのがね分かるんですけれどもね、富士ヒルはこう走りながら目標タイムに行くのかどうかっていうね、そういう部分がね楽しさの一つだと思いますね。まあね、リング目指してる人なんかはより思想とかで戦略、うん、戦略っていうか考えたり、うん、そういうのも楽しい、楽しいですよね。どうしたら目標タイムに近づくのかっていうのをね考えるのがね楽しいですね。また それがあるから取れた取れないで、また来年もみたいなね、うん、感じになりますもんね。今回勝男さんちょっと走れませんでしたけど、はいはい、そうですね、走ってたらどうなる、走ってたらどうでしょうね。やっぱちょっとこのペースはちょっとしんどいですか。このペースはしんどいですね。あ、ちょっとしんどいですか、はい、あ、
そうですね。これちょっとちょっと中切れ的になってきてますか。後ろ見たらね、後ろねちょっと離れてきてる。ああけど追いついてきた、追いついてきた。こういう時にねグッといけるかいけないかでね、うん、ちょっと変わってきますね。私もあもういいやってなっちゃう。富士ヒルをね早く走るための、コツの一つは、うん、平坦のところでどれだけ踏めるか、そこで、ね、どこだけどれだけスピード出せるかもね大きくタイムに関わってきますので、うん、急な登りでね、パワー踏みすぎずに平坦で緩めずにどこまで踏むかっていうね、そこでスピード出せるかでね随分変わってきますので、うん、まあね、なんか早く行くのが目標の人だけばかりでもないから、そうそう、もうね全然早く行かなきゃいけないってことはないので、うん、感想がね目標の方もねもちろんいらっしゃいますし、うん、女子なんかはね、乾燥でなんか女子のあのリングがあったり、パープル、あ、女子専用のねリングがあって、そうそう、あれはいいですよね。結構、うん、いいよね。可愛くていいですよね。うん、まあ今回この動画はどうでしょうね。ブロンズ目指されている方がたくさん見ていただいているのか、うん。うんうん、1時間じゃないな45分が経過いたしましたので、はい、あと半分、ちょうど半分ですね、半分ですね。結構一列になってきましたね。一列になってきてますね、うん、おお、ほらほら、あ、なってます ね合ってますけど、そこ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12人、うん、12人ですね。もうそれ以降は離れちゃって、ね、離れてますね。やっぱちょっと春日さんちょっと早すぎですよこれね。ただね、私もね今回やっぱり学んだことは、こうずっと私心拍はね170なんですよね。でシルバー取った時はずっとほぼ多分ね180ぐらいで行ってたんですけど、で去年私のタイムが1時間19分だったんですね。でその時も割と多分180に近いところで走ってたと思うんですけど、今回170ちょいでこれずっと行って、うん、まあ、最終ですねこのトレインから離れて、最後の平坦でちょっとガチッと、シルバー目指してたお二人についていくんですけどね、うん、それで今回1時間21分で走ることになるんですけど、うん、あのこれ今の走りでいくと自分の中のだいたい7割ぐらいの感じで走ってる感じなんですけど、7割から8割ぐらいで、ね、走ってる感じなんですけど、うんうん、それでもねタイムが2分ぐらいしか変わらないっていうのが分かったので、だから比較的どうでしょうね、心拍を低めに走ってもそんなに大きくタイム変わらないなっていう感じがね、うん、今回いたしましたですね、うん、ただまあギリギリを狙おうとするとやっぱりそれなりにね踏まなきゃいけないんですけど、そこのちょっとあのマネジメントを間違えると大きく垂れてしまうので、ね、うん、まあ、難しいところですね。難しいですね、うん、
確かに。でもペーサーさんが2人とも28、9分狙ってると、もうたくさん団子状態で大変です、ね。いやまあけど団子状態でもそれはそれで、はい、ちょっと離れて、あの、あ、行きやすい、後ろにつけついたらね、うん、楽になりますもんね、うん、うん。まあけど今回あの25分ペースぐらいと、うん、29分ぐらいのペースでプロのお二人がね、うん、分かれてペーサーをしていただいたことは良かったんじゃないかと思いますけど ね、うん、ね。このあたりの人たちは28分じゃなくてやっぱり、うん、ちょっとでもね早く走りたいというね感じに 2、3分とかで行ってる、うん、なりますのでね、うん。レースでもね、富士ヒルの半分ぐらいのレースやったらもうちょっと勢いだけでなんかいけるけど、うん、なかなかね、24キロっていうと、これね、これちょっと離れてきたんじゃないですか、これ。え、前と？前とちょっと離れてきてますよね。ハリスさんはちょっと小さくなってる。ちょっとちっちゃくなってますよ。はい。はい、あー、ほんまやね。これはどうなるか。さて、これはどうなるか。あ、はい、後ろの人間行きましたね、はい。ああ、こうしてここでグッとついていったら、こうしてカツオはいきなり前に出ずに後ろに、はい、すいません、ついていかせていただくと、はいはいはい。だ、中切れを起こした時にこう後ろから来ある、自分で行くというやり方も当然あるんですけど、きっと後ろから誰か来てくれるだろうな作戦で、うん、これは最強ヒルクライマーさんが打ってらっしゃったんですけど、うん、むやみに中切れを追っかけるなと、はい、誰かが必ず行くから、その後ろから行けと、はい、ちょっと今回それはねやってみましたら、うん、はい、お二人が後ろから行ってくれましたのでついていきました、はい、この方が楽ですね。だからまあある意味そういうあの、うん、戦術も、うん、はい、ちょっとあの卑怯かもしれませんけどまあそれもあのレースの戦術の一つじゃなかろうかと思います。そろそろもうちょっとしたら急カーブがあるから4号目とか、4号目とかですかね。ここにはまだか、リュックしてはる人がいる。荷物預けがね、当日はできないっていうふうにね書いてましたね。どうだったのか分かんないですけどね、うん、できないでしょう。できなかったんでしょうね。だってもうみんなが上がるも6時前に上がっちゃうから。そうですよね、うん、だからもうどうしてもできないだったのかな。お、早い人が行きますね。うーん、早いね、早いね。これもう絶対スピード13キロってことに絶対ないですからね。すいません、本当に申し訳ありません。多分20キロ以上は出てるんじゃないかと思いますね、うん、かなり青空、あ、ね、うん、出てきました、うん、出てきました。本当にね、雨がまだ朝早くから降らずに、本当に良かった、本当に良かった、はい。これ若干 GoPro が下に向いてきてるのかな、自分のタイヤがなんか見えるようになってきた、あ、気のせいか。さっきまで見えてなかったような気がするけどね、うん、この辺も後方を見ると一列
なんですかね。ね、うん、初めは広がってたけど。うんうん。うん、今回はでもあのエントリーが1日目で結構埋まっちゃって、エントリーがね大体2時間でね埋まっちゃいましたね、ほぼ ね第3ウェーブで走ってる人はほとんどもう早めにエントリーできた人ってでしょうね。第3スタートで大体1870人がスタートするっていうね、うん、感じだったと思いますね、うん、15キロ地点15キロ。この辺でキュンと曲がるんですかね。もうちょいか。うん、曲がりそう。この後ろの方はキャニオンですね。うん、完全フル内装なんで新しいやつですね。あまりパワーが出てない感じがねしますね。この辺から急激に出るからやっぱちょっとおかしいのか、パワーも。そうか、勾配緩い。勾配はちょっと緩めですね、緩めですね、うん、ブロンズの方で全体のだいたい4割ぐらいの人でしたっけ。え、そんなに、そんなに行きましたっけ、行かなかったでしたっけ。分かんない。3割ぐらいでしたっけ、すべての年代で。あ、うん、また後で見ときます。はい、はい、ね、女子がブロンズ以上って言ったらなんか少ない、ね、女子のブロンズはすごいですよね、うん、女子のブロンズはすごいです。これまだキュンと曲がってない気がするけどな、どうだったんだろう。ん、曲がらんかったっけ。曲がりましたっけ。皆さんね、タイヤは何をね装着していかれましたですかね、うん、うん、まあ軽さ重視、転がり抵抗重視、タイパンク、タイパンク性能ねありますし、春日さんはねアジリストの多分デューロのチューブレスつけてたんじゃないかなと思うんですけどね、わかんないですけど、うん、まあ、タイヤによってね、この気持ちよさというかね、速さとかもね変わってきますのでね、富士ヒルのこの24キロを走ればね結構タイムはねタイヤで変わってくるんじゃなかろうかと思われますね。確かにね、うんうん、であとはやっぱホイールですね。あの今回優勝された金子総平さんは55ミリハイトをねつけていらっしゃったようですけどね、うん、まあ、あれぐらいねパワーのある方だったらね、そういうホイールもねいいと思うんですけれども、まあ一説によるとね相当軽いホイールらしいですけどね。そんな速い人はシングルとか、あ、どうなんでしょうね、シングルなのかダブルなのかちょっと分かんないですけどね。まあ、ホイールでね結構変わってきます。ホイールはアルミのねやっぱりね鉄ホイールよりは軽量の、うん、
カーボンの方が、うん、これ間違いなくいいと思いますので、うん、はい、まあ、若干ねこのロードバイクは機材で機材勝負のところもね、そうですね、ありますので、はい、若干こうもやっとする部分がなきにしもあらずなんですけれどね、うん、まあそれもルールの一つですので、はい、はい、まあそういうねどれにするかっていうねチョイスを楽しみつつ、うん、キリがないもんね、たくさんあれがないですね、あの部品があるなんとなくねお金をかけた方が早いみたいなそれだけでは早いというかそれだけではない、もちろんもちろんエンジンがもちろんね大切ですけどね、はい、けど多少はね多少はやっぱりね、はい、ありますよね機材のね差はね、まあけど速い人はもう何乗っても速いんでしょうね、なんかあのちなみにポガチャルが富士ヒルのコースを走ったら何分だと思いますか、コースレコードはそれを超えるのを超える、コースレコードはですね、富士ヒルのコースレコードはどうなんでしょう、今年56分でしたね、一番早い人がね、はい、何分やろう、皆さんポガジャルが富士ヒルのコースを走ったら49分、お、いい線ですね、いいですか、調子悪くて45、6分、らしいですよ、これまんまくん情報ですけど、はい、ポガチャルのパワーで計算したらだいたい調子悪くて46分ぐらいという噂です。倍にしてもブロンズいけそう2周してブロンズの感じですかね、はい、もうそれぐらいとんでもなく速いみたいですね、ポガチャルですね、はい、でまあ、そのポガチャルがクランク身長176センチなんですけどね、165ミリのクランクを使っているということで、カツオもクランク160ミリで今回も出てます。あ、ここでね、ここ綺麗になったところ、綺麗になったところです、ここでカメラマンが何人か待機してくれてました、ここめっちゃ綺麗なんで、すごい、ここなんかスピード上がるやんみたいな感じでしたね、しかもちょっと内側に行ったからさ、ちょっと距離短くなってんちゃうかみたいな2メーターぐらい2メーターぐらいね、走りやすかったです、これ奥には大沢、大沢か、大沢ですね、はい、あ、ここ太鼓のところ、ここ太鼓のとこだったかな、いやいや太鼓ありましたよ、はい、応援で、はい、あったあった、元気いただきましたこれ振ってたらどうなんやろね、振ってたらちょっと太鼓は厳しいです ね、 ね、でカツオはショートクランク160ミリでいって、うん、正直めちゃめちゃ調子いいです、はい、特にね激坂になってるところは回しやすいですね、回しやすさを感じます、平坦もあの特に問題ないという感じで気持ちよく走れますので、ただねそれによって、クランクを短くしたのでサドルをね約ね8ミリぐらい上に上げてるんですね、うん、でそのことによって、本当はハンドルも上に上げたかったんですけど、うん、もうコラムカットしちゃってるので、ね、上げれないんですよね、うん、ですね、まあ、ショートクランクですね、まあ、人それぞれねいいかどうかはいろいろありますので、ぜひね一回チャレンジしてみられたらよろしいんじゃないかと思います。ここであのカツオが春彦くんの横につかせていただきました。本当に以前から知っててどんな人だろうとね思いながら、あの
やってましたので、ここでちょっと若干春日さんと話をしながら走らせていただいてます。はい、4合目過ぎましたね。4合目過ぎた、うん、はい、まあ、標高が2154と。これ真横で喋って、これもほぼ真横で喋ってて、あの昔から知ってますよ、昔っていうほどでも2年ぐらい前から知っててみたいな、うん、でちょっとバックカメラで、そうそうそう、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、撮らせて、後ろで撮ってるのちょっとだけ前出ていいですかみたいに言って、うん、はい、前に出させていただきました、はい、はい、メリダに乗ってらっしゃるんですね、はい、やっぱりプロだから全部あれなんでしょうね、支給になるんでしょうね、はい、チームでみんな一緒なの、まあ、一緒なんでしょうね、まあ、ですんで、まあ、私にとってはちょっとあの、春日さんとねこうやってお話ししながら、あの一緒に、ゴールに向かうことができてね、とてもあの良かったね、良かった、もうとっても良かったですね、はい、まあ、無理してがっつりってどっかで垂れるよりは、はい、非常に本当に良かったですね、はい、で今回はそんなにシルバー狙いっていうこともうん全然ね、ちょうどこんな機会で、まあ、ただね3月まではもう絶対にシルバー取るんだと思ってね、思いっきり自分の中でやってたつもりなんですけどね、はい、その積み重ねが一気に崩壊して非常に残念ですけどね、まあそういう時もねありますよね、まあちょっとやりすぎ注意でございますまあ家族さんもそうですね、そうですね、休憩入れずにまあ家族さんもですね、まあ皆さんにはなかなか伝わってないかもしれませんけどね、結構ですねズイフトとかあのこそこそ練習されてましてですね徐々に増やしていって、そんなきつくもないけど、まあ毎日1時間もうほぼレストせずにやってましたんで、はい、ちょっとやりすぎちゃったかなって感じですよね、はい、まあ、ただね結構ちょっと回復に向かってますのでね、はい、もう少ししたらね、気持ちよくね乗ってもらえるんじゃないかなという、そんな感じですね。ああ、これやっぱりね後ろ撮れてるので面白いな、これ、うん、面白い、面白いですね、うん、結構この後ろのカメラが綺麗に思ったり、割とねこれ綺麗に撮れてるので、アマゾンで7000円ぐらいで買えるので、うんうんうん、あのまあ後ろ興味ある人はちょっと検討されてもいいかもしれません、うん、ちょっとね概要欄にどれ買ったのかちょっと載せておきますので、うん、結構長時間撮れるから、これね3時間ぐらい撮れるんですよね、うん、なんかあ、そか、でも上書きできないから、あのなんていうの、あれ用にはできないけど、あ、ドライブレコーダーにはできないけども、まあでも近く走る時のドライブレコーダー代わりにはには全然なります。で GoPro もまあせいぜい撮れて2時間ぐらいまでなんで、軽いしね、うん、このそうバックカメラはね多分 20g 30g ぐらいだったような気がしますね。ちょっとこうレースの、あの記録として撮りたい人はいいよね、うん、かなりいいですね、ならないかなりいいです。で GoPro もね、あの2時間っていうのは、1080の30フレームレートで撮ってます、うん、普通ね走行動画はだいたい60フレームレートで撮るんですけれども、そういう意味では若干若干ちょっと画像がねよろしくない部分もありますけども、まあ、30で撮った方がバッテリーの持ちはいいので、うん、実際に私これ撮ってるのは GoPro10 で撮ってますけれども、練習で1時間59分持ってますので、GoPro8 だったらちょっと8はねそこまで持たない、うん、持たないですね。だいぶ時間が来ましたね、1時間8分もうすぐあれかな、なんかほらここここが山岳スプリット、うん、あ、そうや、あ、結構これ心拍上がってきてますね、177まで来てる。うーん、これ標高がやっぱ2000超えてきたからかもしれませんね、しんどく、これね、そんなにしんどく
い感じはしてないですよ。しんどい感じはしてないんですけど、あ、179、180までいっちゃうかもですね。うん。けどパワーちょっと出てますね。正確かどうか分かりませんけど、ちょっとパワーは出てます。和風のあのアンバサダーのゆかりちゃんが、春日くんの後ろについていったら絶対スピード出すから要注意ですよって言われてましたけど私はあの気持ちよくね走らせていただいてよかったですけれどもね。それそこまで速くない女子やったら速いんじゃない。これまあ普通だと速いですねけど、ちゃんとあのバックカメラにはエミさんが映ってますね。あ、本当本当映ってます。ちゃんとついてる、ね、ついてこられてますね。素晴らしい、素晴らしいですね。この辺はけど勾配 6%7% あるのかね。7% ぐらいになってくると若干ちょっとね、この勾配もおかしいよね。 2% ってことおかしい、おかしい。これ全然勾配今 1% とかなった、おかしいね。遅れてたとしてもそこまでじゃない。今回ガーミンで撮ってるんですけれどもね、ちょっと不安定でしたね今回の僕は、しかも今スピード33キロって出てるからねやっぱこうスピードセンサーをねちょっとホイールのハブにつけないとダメでしたね。けど心拍は合ってるような気がしますけどね。心拍計はポラールを、二の腕に巻いてます。なんかスピードと勾配だけが最後のトンネルの辺って感じっぽい気がするね。ちょっとこれ、37キロっていうとちょっとね、ここだけこんな出ないですからね。ちなみに私は、クランクはですね、フロントが50、34、それからスプロケットは11の30をつけてます。はじめのねキャニオンの完成車は、フロントがね52の36がねついてたんですけれどもね、まあ、富士ヒルだったらねそれでもいいような気はするんですけど、いつもね乗る6個とかあと乗りくらで乗った時にね非常に厳しかったので、その後ね50の30にね変えたんですけれどもね。でちなみに私のキャニオンはペダル付きで、多分 6.6 か7キロぐらいですね、申し訳ないですけどかなり軽量でございます。でボトルは満タンにして、で今回はねあの朝がちょっと寒いかなと思ったので、レインウェアのゴアテックスシェイクドライをスタート地点には着用していきました。でこのレース中はバックポケットにレインウェアは入れてましたね。でスマホも 213g あるんですけれども、初めての富士ヒルと2回目の富士ヒルはスマホは持たずにスタートしました、軽量化のために。今回初めてスマホはバックポケットに入れましたね。けど全然変わらないような気がしますね分かんないですけど気持ちね。はい、これ1時間12分ですのであと10分ぐらいで、ゴールという感じですね。あ、ここで心拍180超えてきた感じですね。もうちょっとするとフラット区間になるんでしょうか。あ、ここでね春日さんが行く人行っちゃってよみたいな感じで多分後ろに言ってくれてるんじゃないかと思います。行けよ行けよって。でも分かるんや、コースさ走ったことないけど、まあなんとなく分かるんでしょうね。分かるか、何キロぐらいになったら、そろそろだからって。
でここでこのお二人が行って、でどうしようかなと思いながら、カツオもですね、もうちょっとな、もしなんかここでもしちょっと集団が来たら行こうかなっていうのもありましたけども、はい、あ、この方、この人とちょっと一緒に行くかみたいな、はい、なりました。ここのパワーはこのぐらいかなって感じがしますね。260W ぐらいで、後ろの方もね来られましたね、はい。でここでですね、ちょっと前の2人に追いつきたいなと思って、はい、ここで 400W 弱ぐらい踏んで、なんとか前の人に追いつきたいなと。やっぱり足は温存されてたって感じ。足はね、全然温存されてたので、はい、あ、すいません、ここでね、ここで全ての数値が切れてしまいます。本当や、ちょっと飛んでてね、なんか見たらここがね、一番パワーとスピードが一番ね見たいところなんですけれどね、申し訳ありません、ここでなぜか切れてしまいます。飛び出したのが4人になった。4人になりました。はい、4人というか、いや、このお二人は、あ、そかそか、あのブロンズトレインじゃなくて、そか、後ろから来られた。聞いたら、あのシルバー目指してますと。で、シルバータイムでギリギリ行けそうだっていうことだったので、あ、強調させてもらいたいということで、はい、ひじくいが出たので、はいはいはい、私前に行かせてもらいました。はい、温存してたから引いてください。結構ね、温存してたので、はい、行けるかなと思って。はい、これが奥庭。これ奥庭ですね。シルバーって言ってますね。シルバーっておっしゃってますので、なんとか協力させてもらいたいなっていう、そんな感じでございました。私にとっては、あのブロンズで、ブロンズペースで行かせていただいて、まあ、最後の最後だけね、このお二人にお会いして楽しませていただいた感じでしたね。前行けますか、今前行きますかって聞いたら行けるってことだったので行ってもらいました。ここからはなかなかよね。ここからなかなかですよ。ここからがもうほんま重要なんでね、ここでスピード出せるかどうか。ただね、結構今回追い風だったので、スピード多分どうでしょうね、ちょっと数値にはね出てこないですけど、40キロ出てたかもしれないですね。38ぐらい出てたかと思いますね。まあ、結局3人になりましたね。でトンネルはね3つありますので、これが1つ目のトンネル、はい、B だからこの方々は、第4スタートですね。え、あ、 B ゼッケンが B で書いてますよね、はい、第4の1個目かな。第4の1個目でしょうね、スピード乗ってますね。ここはね、めっちゃ面白かったです。また順番に前に行く感じで行きます。行かせてもらいます。すいません、もう途中から合流しまして。他の人は、あ、入ってない。他の人はもう入ってないです。はい。ここはね、すいません、最高に面白かったです。あ、ここだけ水があったのはここだけですね。あ、後ろがちょっとだけこうなりますけど、すぐに多分見えるようになると思います。上があるから乾かないやね、なかなか。
はい、ここで先頭行かせてもらいます。この辺も何キロか知りたい感じや、知りたいな、ここめっちゃ知りたいな。40は出てんのかな、40はどうか、出てるか出てないか微妙なとこですね。ただ追い風だったので出てたかもしれないです。ただ条件としては去年の方が良かったかもしれないですね。ここの追い風は良かったんですけどね、途中が結構向かい風もありましたのでね。台風の後の影響という感じかな。どうでしょうね。これいい感じで、あ、ちょっと離れたかな。ちょっとすみません、離れちゃってましたね。若干ね、かつ後ろ振り返るんですけどね。難しいね、でも。難しいですね。スピード出るところに。難しいですね。まあ、けどこれぐらい離れてても多分ちょっとあの影響はあるような気はしますけどね。はい。でこの前のトンネルを越えると最後。ですね、多分ね。あ、もうこれ3つ目、うん、でちょっとカツオ左に寄りました、うん、あ、ドグマですね、ドグマ、気合いのドグマ、白いのかっこいいですね。オニーベアリングのゼッケンつけてるので、ウニベアリングの人なんでしょうか、ちょっと分かりませんけど。でトラック、うん、車がこうやって見えてきたらもうここ最後上りですね、うん、ここもきつい、ね、きつい、ここきつい、ここがなかなかない、ね、ここきついけど出しきれ、ここで出しきれですね、ここでもう1秒削り出さなきゃいけないので。これね、むやみにやっぱ右に寄っちゃダメですね、はい、後ろから来ますのでね、ただすいません、ちょっと、はい、最後だけ多分450ワットぐらいでいってると思いますけど、はい、ここでフィニッシュと。カツオで1時間21分台でしたね。はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、で最後ペーサーの春日さんとちょっとね、お話をさせていただいたようなところでございました。はい、はい、ブロンズ目指す皆様の参考になれば幸いでございます。はい、カツオさんもお疲れ様で、はい、お疲れ様でした。ございました。はい、以上でございます。